谷崎重郎は日本の俳優である。初期芸名は谷崎千代丸、谷崎千代丸、本名は谷内の力夫である。1896年9月3日、アメリカ合衆国ワシントン州オリンピアに谷内の力夫として生まれる。6歳を迎える1902年、事業家として成功した父と共に日本に帰国した。帰国以降の教育は学習院で受けた。 東京薬学校に進んだが1917年には中途大学し、父が設立した自動車販売会社を経営する。1925年、京都の小笠原プロダクションに入社、同年、同社の経営者、小笠原明宝が、三好英宝名義で監督した、男を身勝手に出演してデビューした。同年8月には、日活大将軍撮影所に移籍、同年中に、 辻吉郎監督の剣は起こる。続いて、小野江松之助千本記念映画として制作された池田富康監督の荒木又江門に出演した。1926年から1927年にかけて制作された辻吉郎監督の鳴門市長全7編に主演し、注目される。1928年、スタープロダクションである蟹崎十郎プロダクションを設立。 自らを主演に映画制作を行うが、同年中に牧野プロダクションに入社、牧野正弘の浪人街、第一話美しき獲物に、南光明、根岸東一郎、河津聖三郎と共に主演、同作は同年のキネマ旬報ベスト典一位を獲得した。1931年、牧野プロダクションが解散になり、市川歌い門プロダクションに入社した。主演作のほか。 市川歌右衛門、大江道子と多く共演した。37歳を迎える1933年秋、下村賢治監督の大久保彦左衛門に出演したのを最後に引退した。同作は、翌1934年2月1日に公開された。その後は、悠々自適の生活を送ったという。1977年7月6日、死去した。満80歳没。孫に 女優の真山智子がおり、その娘で写真家の二長美み川総尊にあたる。谷崎のデビュー当時は、バンドウツマサブが大人気だった。谷崎は、バンツマそっくりのスターを作ろうと売り出された、チャンバラ役者の一人だった。谷崎重郎、ありがとうございます。